自然に飲みキャラになってますね。飲みキャラ、はじめ僕お酒が大好きやと。へえ、そうなんですよ。でまあ入った当初、まあ全然飲ましてもらえなかったんですよ。全然あホストって全然飲まなくていいんやと思ったんですよ。あれ、確かに確かに、そうなんですよ。思ってで帰ってビール買ってたんですよ家にビール買ってて家で飲むぐらい好きやったんで、うん、でも買ったんですね。そうなんですよ。で買った次の日にすごい飲みたくて、もうベロンベロンになって、あ、これがホストなんやと。すごいからね。いまだにそのクリア朝日まで家にありますからね、買ったと思って。思い出のクリア朝日。もう飲まねえ家で飲める。飲みキャラでもう何でもありですね。あ、そうなの、飲みキャラなんだ。そうなの。飲みキャラ。そう。テキーラとか持ってたの。うん。どうやろ。すごいわ。場内とか多そうだから、うん、もう飲んでくれるから絶対多いでしょ、うん、そうなんですよ。で、もうなんか僕、滑る一発ギャグ持ってて、おお一発ギャグ豊富なんですよ、僕、へぇ、
アップなんてもう分かってるでこれ両方ミンチやったら多分ドカーンってなっちゃうなんとも言えないもうすごい破壊力がすごいねそうですね7トンって始まるから7トン、はい、7トン、ね、楽天カード楽天カードもまあぜひみんな使ってもらってはい多分脇汗やばいね脇汗もやばいねやべえみたいなやべえマジックするのかと思ったマジックできないよねマジックできないただの無茶ぶりでしたね効率化するマジックはできますからね僕場をこんな感じでキャラがしっかりしてるのもいいねジュン君は俺じゃないジュン君僕は今やっぱ入ってまだ入店2ヶ月目で自分のキャラを本当探してるって感じあキャラ探しワタベワタベ定着にしてるワタベグルメキャラグルメキャラめちゃくちゃハードルが高いこの狂月はとかこの狂月合うのもなでも本当そんな感じでもう本当にまだ探して最近まあちょっとやっぱ渡部に似てるみたいな言われ始めて確かになんかトントンって初回で抜かれる時にいや渡辺くんって言って小島とかけて渡部だよみたいなそういうそういうノリをアンジャッシュキャラだねアンジャッシュキャラって感じですねアンジャッシュキャラ小島いや小島だよって小島です小島です小島がいればね小島がいればそんな感じですねお店ではそういうの大事にした方がいいと思う絶対周りの声は絶対大事にした方がいい確かに絶対大事にした方がいい本当に大事だからねね次何行く次はリッじゃあ僕もリック君知らないんだよ確かになんか一緒にやってたけどちょっとよく分かんない2回ぐらいしかやってないでも僕はジェントリーのリックといて入店2ヶ月もうちょっとで3ヶ月なんですけどもう散々なんか言ってたんですけど、もう僕って言えなくて、昔まで僕って言えないです私って言っちゃうんだよ私じゃん私じゃんでも最近だけ卒業できてわっ、僕みたいなわっ僕みたいなあ、俺自己紹介するぞみたいな僕はでももう前もっていけばもうなんかやっぱ先輩の席とかだとこうなっちゃってあ、私ですかってなっちゃうんですけどあまあこういうなんていいみんなこう仲がいいような、うん、こういう時だと僕はって言えるなってみたいなでもそう、私キャラ卒業しちゃって、うん、私キャラそう、私キャラあ、なくなっちゃったなくなっちゃったと逆にそう、なくなっちゃってウィウィしたなでも沖縄生まれがあるんで、お酒は飲めるんですよ。めっちゃ意外な沖縄生まれ沖縄だって強いから沼しい僕那覇でした那覇那覇で那覇なんで飲めるけどまあキャラはなんかもう作中になっちゃって逆にキャラなくなっちゃったみたいなって感じですもん先に聞いときたいんですけど倍ではないんですか倍じゃないめっちゃコメントでも倍ではない倍っぽいいや、普通に女の子大好きですし、女の子大好きですよくでも2丁目のスキャで見るんだよ2丁目のスキャで似てる子見るんだよ似てる子見る似てる子見る似てる子見ないとやってないとそんな子見ないと結構みんな探してんだね、キャラね模索中模索中模索中かけるくんのキャラは一番謎かもしれない謎俺的に結構謎だねそうっすね、まあさっきからなんか内勤とか言われてるんですけど内勤さん内勤さんっていうのがさっき来てるんですけどまあ僕はまあそうっすね、キャラっていうかまあ飲ませるのが好きっすね飲ませる飲ませキャラ飲ませるの好きっすねまあ振られてもまあこう飲ませるみたいなじゃあ僕言われてるのが酔うとポンコツになるってすごい言われるんですよなんでちょっと酔っちゃいけないと思うんでまあ誰かに飲ませるしかないなんか飲ませキャラっすねグイ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 グ
ンコツじゃない、出勤前にポンコツじゃない、たまには作りましょうポンコツの日を、ね、いいね、すぐポンコツ、結構飲ませキャラ多いんですね、ね、多いんすよ、飲ませるの楽しいですからね、楽しい、確かに確かにね、まあまあ、置いといて、まあ、絶対もうキャラ分かるから、見てる分かるから、見てる通りで、僕、今日喋ってなくない、はい、午後、はいはい、僕ね、まあ、お店でのキャラ、最初静かなんですよ、お酒が入ってくると、どん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 いいか、段階式なんで、エンジンかかってくるタイプね、ただ最初からウェーイっていけない、いけなくて、で、酔っ払うと、まあね、ゆけるくんと一緒で、ポンコツになっちゃう。まあまあまあ、じゃあテキーラ行っとこうって、テキーラくださいじゃんテキーラ一回持ち込みテキーラめっちゃ持ってきて、ね、考えなくて、ね、放送あってますよ、持ち込みを書いとくから、ね、まあ、基本ね、こんななんで、はい、キャラお酒足りてないの、まあ、まだ入ってない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 、まあ、こんな感じです、イエーイよし、じゃあ次の話題に行こうかな。ほんとに、あれ、あのジュースあるの、確かに、あ、確かに、ね、ですか、うん、キャラ、うん、もう外人枠、いや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 、だったら、クオリティ相当低くない、何人かな、何人かな、チーム薄すぎでしょ、チャイ、いや、悪口、なんか大久保のお店で働いてるんでしょ、韓国やぞ、韓国ね、キャラどうだろうね、最年少親父はもうね、もう愛想笑いですね、適当に、おーみたいな、それなんか話聞いてないですね、聞いてるんだけど最年少イケイケキャラだよ、最年少キャラが確かに、最年少キャラだよ、あー、うんうん、ぶっこむしね、あ、でもぶっこむのが結構好きなんですよね、ボマーかもしれない、ボマーちょっとボマーだね、割り切った話をするのは結構好きなんですよ、僕、うん、なるほど、そう、だから結構、なんでお店のキャラね、ヘルプとかだと、結構なんかね、ボマーしてえぐい話をすることが多いかもしれない、えぐい、好きな人は好きだよね、それも、あ、そう、結構なんか担当には言えないけど、僕には言ってくるみたいな、へ、うん、悩みじゃないけども結構あるし、でも真面目な話はないんだよね、真面目な話っていうよりも、なんかこういうのがあってみたいな、腹立つやつの話とか、あ、そう、うん、愚痴とかね、いや、そう、結構多い、確かに、うん、おい、三人称でそれってすごいですね、うん、うん、確かに、でももう今年20歳だから、あ、やっと、8月に20歳だから、じゃあポンコツになりましょう、ねえ、ポンコツね、怖いよ、でも二十歳になるの怖いっすもんお酒飲むの怖くて、やっぱりポンコツになってからスタートみたいな、あ、本当に、あの、うん、もうそれでわかる、ポンコツになってからね、あ、ほんと、俺まだスタートにも立ってないのね、スタートにも立ってないのね、20で怖いって、ナンパ入れないわけだ、20で怖いって言ってたから、確かにそうだよね、怖いと思えない、逆にでも20過ぎたらもっと怖くなって、いろいろ怖いっすから、ね、全部怖えよってそう、すごいね、じゃあ、これお題いくつぐらいあるか、クイコ太郎くんお題ね、あとね、2つぐらいある、大体まあ、そうだね、まあ1個10分ぐらいでいいかな、あ、なるほど、コ太郎短めに言うと、コ太郎は奴隷です、はい、どうも、おはようございます、はい、いやいや、はい、どうぞ、え、奴隷ですよ、奴隷、市民に撃たれるやつでしょ、あ、そう蛇みたいな、蛇みたいな、焼き土下座ってそうやつ、わかるわかる、いいかも、いいかも、わかる、わかる、はい、体張ってます、はーい、じゃあということで一回 CM 行きます、はい、慰安旅行って年何回あるんですか、年4回で、今までどこに行ったんですか、福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾、誰でも連れてってもらえるんですか、入店してすぐでも行けるよ、マジじゃ、やっぱりロミジュリっすね、
よいしょ、よいしょ、よし、じゃあみんなのね、キャラが分かったところでね、キャラ分かったね、次のね、行こっか。お話題、もう結構次もガチなんで、ガチガチめな、本当にもうガチな、これもうこれ結構一番大事だと思う、ナンバー2回転してる、なんでむしろ1回目で聞かなかったんだよ。そうだよ、みんなが思ってるよ、帰るたび何してる、あ努力、努力じゃないけど、これやってますよみたいな、あ俺人よりこれ頑張ってるとか、あーしゃべり、自分なりを続けてることとか、俺めっちゃチンコ綺麗だなってるわ。使う気満々だね。チンコ綺麗にあってチンコ綺麗だから今日いける気がするわ。もうもうもうそうそうそう。もうこずってもチンカスが出ないから。もう超綺麗だなってチンコ本当に。そう。清潔。清潔。清潔感大事だから。ね。そう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 。何やら？何やろ。なんか知る？なんかないの？なんか。はいみたいな。僕こそこれやってますよみたいな。僕こそこれやってますよ。あはい。お結構もう朝。起きたら、ちゃんとニュース見るようにしますね。おぉ、その日の時事ネタ系新しい話題を取り入れるためにニュースとかチェックしよう。食材とか大事だもん。いや、食材…いや、確かにグルメしてないグルメグルメグルメ番組見てないですけど、ニュース取り入れないと、本当にいろいろね、時事ネタもそうですし、芸人とかめっちゃ見るかもしれないですね、お笑い系。お笑い見るのもあるし、俳優とかドラマとかいろんな好きな俳優の話がすごいあるもんね。ああ確かに、それは結構見るけど、確かに私にツイッターフォローしてください。ツイッターフォローでもツイッターフォローしてください。優しくしてやれよ、いいでしてるから、ツイッターフォローしといてね、ツイッターフォローしてね、話題違うんだけど、ツイッターフォローしてね。そうね、女の子が好きそうな話題っていうのはいろいろ勉強してる。ファッションとかね、テレビとかね。男とやっぱ違うからね、話題の内容が。男友達との会話じゃ出ないもんね、ファッションの。なんかどこどこどこ、ジェラートピケって何ってなって。全然出ない。ジェラートピケだね、間違いない。言えんだってどこみたいな。全然わかんない。ピケでね、モコモコなんだよね。好きじゃないっすね。寝巻きが、寝巻き、パジャマ、寝巻き、寝巻き、寝巻き、ちょっと渡部の口からそんなそんな言葉を望みに来させてる。確かに。ピケを、ピケのぞみ、ピケミを、ピケミを、ピケミだから。ナンバーに入るためにしてる。なんかある？何がある？ナンバーに入るためっていうか、売れるためとか。売れるため、売れるため、これやったらでも売れるっしょね。ああもう。誰よりも笑かしたら受けるから、受けるじゃん、売れるからみたいな。だから、まあ、日常のことを滑れない話にしている。笑いのアンテナ立てるってことですね。立てるってことですね。だからもう結構メモ帳してますね、メモしてます。メモ。何これ面白いなみたいな。今までのこととかも。メモ大事っすよね。お笑い限らずの、得たもの全部メモるってマジすごい。あ、これめっちゃおもろいみたいな。メモるみたいな。メモ。で、それを会話で使うの。使うんですね。まあここで多分結構尺使うのでやめてきますけど、そんな日があってもいいですね。他もいろいろ聞けるかもしれないですね。これナンバーに入るためにこれしてるのはね、飛んだキャストのパクリ。ああ、飛んだキャストのパクリは結構しちゃう。確かに。真似しても競合しない。そう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 、それ結構やっちゃうわ俺、パクリだから。隙間産業が隙間空いた瞬間にもう、あ、もうもう秒でやるよ俺、秒で秒で撮るよ俺みたいな。もう初回とかめっちゃ言うからね。自分のことのようにめっちゃ言うからね。最後飛ぶのパクる、飛ぶのもパクる、飛び方もね。いっぱいレッドブル、いっぱいレッドブル、卒業できずに。そうそうね、そっちね、ね、いいよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。全然もうそんなの大丈夫。他なんかあるっすか？僕は逆になんだろう、身だしなみ日々なんか変えてます。髪型とか、ヘアメもなんかこうして、今日はこうして、あ、見た目ってことね。してこうして、見た目っすね。さっき言ったじゃん、僕結構最初静かな方なんで、喋んない方だから、やまあそれでなんか見た目を変えて、ね、日々ちょっと気合入れようかなみたいな。毎日同じだとね、やる気はあんま変わんなくなってますね。新鮮味がないからね。新鮮味がないから、今日前髪上げてみよう、下ろしてみよう。降りる、それで上げてみよう、下ろしてみよう。それは代表に下ろすなって言われる。あ、下ろすって言われる。下ろすなって言われる。顔出してけ、顔出してけ。いいですね。
顔出してけ、顔出して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 、いいね。でも僕も結構部屋目はなんかお任せなんですよ。へぇ、お任せ、もう全部お任せ、もうなんかその日の気分でやってください。シェフの気まぐれ部屋目、もう本当に本当にそう、本当にそう。ひどい時マジでひどい、ひどいね、ちょこっと、ちょこっと今日髪型似てますね。確かに今日ちょっと似てますね、顔出して、顔出して、今日顔出してね。部屋目の人と同じ気分なのかな、ね、そう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 、そんな感じだよね。他は何かある、あるっすか、あるっすかって。あーでも僕はもう売れてなくても売れてるふりをするみたいな。おー、なんか初回ついてても別になんかそこまで日和らないみたいな、緊張とか、なんかだったらもう本当に売れてるふりっすよね、もうやってるマインドセットとか、もう本当に心の持ち方ね、もうすぐ折れるんですよ僕。メンタル、メンタルすぐ折れるんで、まあ折れないためにも常にその意識をして、あ、君には俺は早いよとか言ってる。あ、まあまあ分かるわ、分かってない。意識の持ちを大事だよ、大事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 、分かるわ、うん、それ分かる、本当に分かる。何で部活の話し合いだよ、部活大事、ミーティングで、本当に分かる、部活の話し合いだよ、ミーティングだよ。大事だ、大事っすね、わかるわかる。リク君は、リク君、リク君もっと喋ってって言われてるよ、リク君、リク君おはよう。僕はあんま喋らないんですよ、喋れなくて。だってなんかその後、例えば店新規で入ってもらった時とか、先輩に勝てないじゃないですか、なかなか。そう、おー、やっぱ強い。俺も先輩利用しちゃうけど。ああ、はい、利用しちゃう。普通にやっぱ1対1で喋ると、まあめちゃくちゃイケメンの方とかいるじゃないですか、ナンバーの配球強い人とか、勝てないとなると、やっぱ逆にもう外から連れてくるみたいな、自分の。なるほど、勝てないとなると、そしたらもう自分で初回を引くみたいな、店関係ないから引っ張ってきてみたいな、その考え方も大事ですね。そう、展開でじゃあ努力してる。なるほどね、こまめに LINE を送ったりとか、そういうお店中だけじゃない頑張り方、そういうので、すごい豆そうっすね、豆そう。私は同じぐらいだ、私ネタまた言いますね、同じぐらい、同じことやってましたよ。マジですか。ほんと3ヶ月とか、そのぐらいの時に自分友達呼んだり。へぇー、あー、なるほどね、なるほどね。そんぐらいしかやってましたね。今はあんまやらないけど、確かにいいね、友達ね、そんな食らいついていかないといけないね。ね、確かに確かに確かに。最後ちょっと行こう、最後の話題、話題、話題、なん、最後の話題なんすか。最後はね、ちょっとね、ホストある、ホストあるあるを。お、ホストあるある、ホストあるある、ホストあるあるの中で、そうそう、結構あるある行こうよ、ある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 で、ナンバーガイあるある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 、これナンバーガイあるある、言いたい、いいっすか、いいよいいよ、出勤早い、掃除ね、掃除がある、掃除がある、小間遣いされる、なんかナンバーちょっとでも上だったらなんかもうすぐ口調が変わるんです。あ、確かにね、売り上げ大事だから、売り上げ大事だから。今まで、じゃあ昨日まで例えば何々さん、何々さんって言ったのが、ナンバー発表になってナンバーが自分より上だったら、まあ、結構お前さみたいな変わるよね、確かに。はみたいな、ちょくちょくタメ口を挟んでいく、ちょくちょくね、ちょっと心の扉をこう上からこうやられる感じがある。幹部とかをね、そういう上の人たち除いて、まあ同じレベルの人たちのね、ナンバー争いで負けるとなんか急にそう対応が変わる。まあ許すよね、そういう人が許すよね。まあ見受け出すじゃないですけどね、上下を勝手に持ってんだろうなって人がいるなってのはあるあるですよね。そう、でもそれでずっとナンバーキープできるならいいけど、次の月にナンバー入ってないですか。まあ、波があるからね、多分自分はそうならないように頑張ろうみたいな感じは絶対持ちたいですよね。そう、うんうん、ね、卒業した後、タメ口やめてね。うわ、どうしたの。街中に見かけた瞬間、おい、たまたまこの前、街中で見かけたの。おお、店の近くこの前、まあお店近いってのもある。特に何もなかったんですよ。見かけただけ。全然ポンコツになってなかったからね。全然ポンコツになってなかったからね。全然普通に酒入ってんのに全然ベラベラ喋ってたって。見たい。
お店の姿みたいですよ、ちょっとね。確かにね、反対コートはちょっと違うから、こことはまだ。じゃあ、同業みんなで行き合いましょうか。ほぼほぼほぼ同じだから、ほぼほぼ同じだから。ほぼほぼ同じだから。じゃあ、みんな来てください。一番得する人だから。一番得する人だから。いや、逆に僕みんなで来る。あ、視聴者の方もね、来てくださいぜひ、もちろん。ね、いつでもあれば。いつでも。行ったら何してくれる？ほら、言ったね。枕、枕、枕。行ったら何え？負けないっすね。おい、先週のこと忘れないからよ、俺は。先週のこと忘れないから。なんで初めて初回枕した日はいつですかって。なんだよ。まだしたことないから。まだしたことないないから。まだしたことないから。ないから。土手だぞ、この。すごいね、やっぱり。いきなり自分を守り始める。俺自己守りに入るの嫌いっつって。超今日声したかったから今。急にしないから。マッキーしないから。リアル感がすげえ。俺ね、あるあるでね、一番怖いのがね、みんな掃除するじゃん。でさ、たまに来ないやついるじゃん、掃除中に。やべ、同伴かなってめっちゃ焦って、で、やべ、マジ来ねえじゃんみたいな、連れてきちゃうんだみたいな、焦るじゃん。で、こう寝坊しましたって、ほっとした感じ。あ、超ほっとしたね。あーみたいな、あーみたいな、やったんや。あ、もうよかった、あ、病欠ねみたいな。あれがちょっとしてきた時だね。なんだろう、なんかね、なんか、わかるわかる、めっちゃわかる。これ置いていかれへん、安心。あー、なんか嬉しいんだよ、嬉しいんだよ。その、まあ同期の子とかが連れてきてくれたり、後輩とかが来てくれたり、嬉しいんだけど、焦りがすごいから。焦る焦る、間違いない、それは本当に。そう、すごいから。間に合ったんだ、よかったじゃんって笑顔出たから、内心腹あそこヘルプかみたいな。あー、なるほどにね、ラストオーダーみたいな、安心するもんね。間違いない、安心するもんね。おー、缶類ね、みたいな。あー、シャンパンじゃない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 、あ、よかったみたいな、こうってならないわみたいな。意外にナンバー外でもライバル視するってのは結構多いですよね。あー、やっぱ切磋琢磨した方がいいね。あ、もう来週の MC を箱が引いて決めてね。でんでん、俺引きたくないわ、俺もう引きたくない。ラッキーボーイだから。俺もラッキーボーイしたくない。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、怖いから引きたくない。来週の MC をくじ引きで決めております。誰誰、でんでん。あ、今日お休みなんで、ちょっと2回目です。お休みの、お休みのね、ディアーズのヒョウさんが聞かれましたけども、これお休みなんで。あ、やばい、14。あ、ばばばばば、レッツゴー、マジェスティの負けるぞ。イエーイ、やったー、絶対分かると思う。やったー。でも、まともな質問が来そうですよ。確かに、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 マテラの質問も来るんかな、それ。マテラの質問も欲しいね。